こんにちは、鈴木です。今日もですね、このトレーナーマーケティングということのね、お話をさせていただこうと思います。やはりですね、このトレーナーというものをしていて、なかなか、ね、集客に結びつかない、なかなか人を集めることができないという、ね、方がいらっしゃると思います。そこでですね、今回はこんな、ね、ルートの、ね、お話を一つして、ね、ちょっとね、参考にしてみてくださいというね、お話をさせていただこうと思います。何かというと、物事には必ず順番というものがあるわけですよね。トレーナーにとってお客様との契約をすることによって、そこで今から、ね、商品を提供する代わりにお金をいただきますという、その関係がスタートするっていうね、一大イベントが待ってるわけですよね。じゃあそれに至るまで、もしくはその後というもののね、役割というものをですね、少し考えてみようかなというふうに思います。まず何かというとね、こういった言葉があります。ちょっと字が汚くてすみませんね。露出ということがありますよね。要は自分が世の中に出ていくということです。例えば私鈴木だったらね、鈴木義政というね、人間、そして何をしているかということですね。アスリートコーチというものをしていて、多くのアスリートのパフォーマンスアップをしているということを自分一人で思ってるだけでは、これ誰にも当然ですけども、知ることができないわけですよね。あいつ誰なんだになってしまうわけですよね。なので、その露出の方法というものは、いろいろあるわけですね。例えば今だったらネットを使ってだったりとか、ね、直接人に会ってだったりとか、ね、なんかいろんな方法はあるわけですよね。だからこの方法を画策していくっていうことが大事ですね。そして、露出された後というのは、今度は何かっていうと、ね、認知してもらわなきゃいけないわけですよね。誰々なんだ、鈴木義政という人を、あ、知ってるよっていうことですよね。あ、はいはい、ね、顔の名前一致しますよっていうことですよね。あの人誰、初めて見ました。じゃあ当然ですけども、契約という話にはなっていかないわけですよね。出て行って、そして知ってもらうっていうことですね。で、当然この知ってもらう方法もいろいろありますよね。コンタクトして何か会話を交わすのか、ね、実際にそのトレーニングの一部分を、ね、無料体験でプレゼントするのか、ね、今みたいなこういった形で動画としてですね、お伝えすることによって、私は今見てらっしゃるあなたのことを知らなくても、あなたは私のこと、鈴木のことを知ることができるわけですよね。だから鈴木というものを認知したわけですよね。動画で露出して、ね、認知してもらった、知っていただいたっていうことですよね。さあその次ですよね。知ってもらったら今度は何かっていうと、信頼してもらうっていうことですよね。ね、例えば今のこの動画の話で言うと、ね、YouTube で動画が出てます、ね、鈴木のホームページを見ましたとかね、いろいろあるわけですね。そして、あ、この人はこういうことをしてる人なんだなって知りました。そして、おお、なかなかいいこと言うやんけっていう信頼ですよね。これが、なんか甘いこと言ってねえなこいつとか、なんか適当だなこいつって思われると、この信頼というところにまでは進んでいかないわけですよね。お、なんかこの人やりそうだな、お、なんかこの人信頼できるな、いい人そうだなとか、まあ何の動作、何のことでもいいんですよね。とにかく信頼していただく、そのポイントというものは人によって違ったりするわけです。人によって違ったりするわけですね。そして信頼してようやくですよね、まあ、ちょっと端折りますけれども、ここで契約というものが入ってくるわけですね。何かというと、あ、この動画を見ました、あ、いろいろ鈴木に教えてもらいたいなと思って、じゃあこの経験知識というものをお金で買わせていただけませんかっていうのが契約になるわけですよね。わかりますかね。私はいろんな技術を持ってます、いろんな知識を持ってますね。もしかして見てらっしゃるあなたにはない知識を持ってるかもしれませんよね。じゃあその知識を得るのに、あなたはいろんな本を読まなければいけないかもしれません。いろんなセミナーを受けなきゃいけないかもしれません。でもそういったのでも必ずしも得れるかどうかわからないっていうことですよね。それをお金を出すことによって、他人の、あなたにとっては他人の鈴木の経験を買う、
私の知識を買うっていうのが契約になるわけですよね。スポーツクラブとか、ね、トレーニングであったら、ね、例えば足が速くならない、ね、その足の速くさせるノウハウを知っている指導者に足を速くさせてくださいねっていう代わりにお金を支払うってい こう契約が生まれてくるわけですよね。あ、そして契約を結んで、ね、実際に、ね、トレーニングなり何なりをした後には本になっちゃいましたね、すみません。ファンになってもらうっていうことですね。ああ、この人と契約してよかったわ、ね、ずっと続けていきたいな、選手として、ね、この人に、ね、ずっと教えを、ね、してもらって自分の競技生活を全うしたいななんていうふうにですね、ファンになってってもらうということですね。なのでこの各フェーズがあるということですよ ね、知ってもらって、まず世の中に出てって、そして知ってもらって信頼を得て、ね、その人と契約をしてファンになっていってもらう、ね、こういった流れがあるわけですね。でその各ポイントポイントでするべきポイント、しなきゃいけないことっていうものが出てくるわけですよ ね、こういうことですね。なのでお客さんがなかなか集まらないっていうことがあるかもしれませんけども、スタート地点はここですからね。契約、そしてお客様になっていただく。だから自分の経験であったり知識であったりというものを披露できるのはどちらかというとここからがメインかなって感じですよね。ここまではどのように露出してどのように知ってもらってどのように信頼感を与えていくかっていうね、そこが非常にポイントになっていく。まあ、言い方、ね、変えると教育なんていうふうなね、言い方をしている人もいますからね。自分の商品、自分のサービスというものの良さを知ってもらう、そういうものを教育していくんですっていうね、そういった言い方をするところもあるかもしれませんね。出てって知ってもらって信頼して契約してもらってファンになっていく、この流れをイメージしてもらって、じゃあ露出するためにはどうすればいいんだ、じゃあ知ってもらうためにはどうすればいいんだ、じゃあ信頼してもらうためにはどうすればいいんだ、じゃあそこで契約を成立させるためにはどうすればいいんだ、そして契約をしたらどのようにして顧客満足度を上げていけばファンになっていってもらえるのかななんていうね、各フェーズの段階で、物事を考えていってあげると非常に、スムーズに、お客様というものはね、集まってくるのではないかと思います。はい、何かのね、参考になればいいかなと思いますので、ぜひ取り入れてみてください。はい、以上になります。ありがとうございました。